我々のライブに来てくれる方は人間ではありません、神様と呼ばれるかなと思います今日から皆さん神様になりますので、一つ、神として恥じない態度をこれからですね我々ソーバーライブに対して示していただければとありがとうございます、最後に、竹内幸三の、詩で、今日ライブの最後は締めたいと思います、改めて、この歌、去年の12月にアルバムを作ったんですけども改めて今歌ってこの歌の歌詞が、締めていきます。よく生きてきたと思う、これを、今日皆さんに捧げて、自分たちも向けて歌って終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。よく生きてきたと思う。どうした、どうした、びっくりした今、何そういうことあるの、日本で。あ、そうか、ニシンでいきます、はい、おっと面白いですよ、いけるっちゃいけんだよな。さすがですね。我流の人は違います。我流の人は違います。これは貴重な映像ですよ。ニシンで弾きます。ニシンがない。ソーラン節でも歌いたかったらニシンだからね。では、よく生きてきたと思う。ワン、ツー、スリー、フォよく生きてきたと思う。よく生かしてくれたと思う。僕のような人間をよく生かしてくれたと思う。厳しい世の中で甘えさせてくれない世の中で弱虫の僕がとにかく生きてきた。途方もなく寂しくなり、途方もなく悲しくなり、自分が嫌になり、何かに甘えたい。僕という人間は大きな欠陥を持っている。隠すこともできない人間としての欠陥、その大きな弱点を捕まえて僕をいじめるな。僕だってその弱点をよく知ってるんだ。途方もなく愚かな行いをする、途方もなくハレンチなこともする。この僕の神経がそんな風にする。みんながみんなで目に見えない針でいじめ合っている世の中だ。今まであったやつはことごとく自分の中にあぐらかいている。そして穏やかな顔をして僕をいじめる。それが人間だ。でも僕は人間が嫌いにはなれない。もっとみんな自分自身をいじめてはどうだ。よく考えてみろ。お前たちの生活、何も考えていないような生活が、もっと自分を考えるんだ。
ひどいことを言いやがる。でも本当らしい。どうしよう。昼寝でもしてタバコを吸ってたわいもなく詩を書いていて、たわいもなく詩を書いていて、アホじゃ気違いじゃと言われ一個悔いもせず詩を書いていようか。それでいいではないか。よく生きてきたと思う。よく生かしてくれたと思う。僕のような人間をよく生かしてくれたと思う。厳しい世の中で甘えさせてくれない世の中で弱虫の僕がとにかく生きてきた。弱虫の僕がとにかく生きてきた。ララロ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 ララ。どうもありがとうございました。最後にメンバーを紹介して終わりたいと思います。エレクトリックリードギターゾーリバージョンになりました。森田ひろし、夏ですね。そして駆けつけベースで2部から参加してくれましたベース浅田圭。そして今日はウイウイシーボンゴカホン見せてくれました。コーラさんとタンバリンボンゴカホン宇田ゆかき。そして始まった時には三振だったのにあら不思議、終わった時は二振になってました。二振三振山村武史。そして五十嵐正史でした。五十嵐正史のソングドラマーです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。